はい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 、速報速報大速報、おそらくですね、これね、ゴールデンウィークで一番どでかいニュースになるかもしれません。なんとあの NATO、 なんとあの NATO が東京に拠点を置くということが正式に決定したようでございます。これアジア初です。 NATO がアジアに拠点を置くのは初なんです。今まで NATO っていうのは当然ヨーロッパの方にですね点在しておりましたけれども、これね、あのね、アジアにはですね拠点一個もなかったのよ。一個もなかったんだけれども、その拠点を東京に置くということが決定しました。なんで東京に置くんでしょうか、初めての拠点をね。中国がやべえから、ロシアがやべえから、日本ってほんとやばいんですね。どうも闇のクマさんでございます。さあ、えらい話になってまいりました。もうですね、日本がですね西側諸国の最終防衛ラインになりつつありますよね。私ちょっと怖くなってきたわ、怖くなってきましたわ。はい、ほんとですね、これね、 NATO って皆さん何だかご存知です？知らない人いないと思うんだけど、一応ですね、あの知らない方がいたら困りますので簡単に言っておくとですね、これはですね、 NATO はですね、日本語で言うとですね、これね、北大西洋条約機構って、なんか社会の時間とかになれませんでしたね。北大西洋条約機構と呼ばれまして、これね、第二次世界大戦後に設立をされましたね。当時のソ連ですね、あの要するにソ連とか中国なんかを中心とした共産主義国家が西側諸国に侵略をしてきたらですね、西側諸国の国家間でですね連携をして、これを対抗しようじゃないかという、対抗していくためのですね、共同防衛条約でございまして、一番わかりやすい説明としてはですね、これですね。あのね、どこだっけ、あのね、NATO に加盟をしているね国あるでは、今ね31カ国あるんだけど、この間フィンランドが入ってね、加盟国のうち1カ国にでもね、中国とかロシアがですね武力攻撃が行われた場合、全加盟国への攻撃だとみなしまして、全加盟国が一斉に反撃をするといった趣旨の文書がございまして、それがですね、もう一番この NATO のですね、あの説明としてはですね、あのわかりやすいものになりますよね。だからロシアがですね、ね、まかり間違ってですね、フィンランドにミサイルを撃ち込みましたなんてことになったらですね、もうオーストリアとかベルギーとかですね、あのイタリアとかラトビアとか リトアニアとかルクセンブルクとかマルタとかオランダとかですね、あスウェーデンとかスペインとかですね、 あとどこ、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランドとかですね、イタリアとかですね、この辺の国がですね一気呵成にですねロシアに襲いかかるというような、ね、ここ取り決めがされているのがですね、あの NATO でございますよ。残念ながら日本はですね、これ、はい、当然ね、あの地政学的には入っていないんだけど、単なるねパートナー国ね、日本とか韓国はですね、あのパートナー国としてですね、あの置かれていてですね、この中には残念ながら入れておりません。しかしですね、これね、当然ね、日本もね憲法改正とかしないとですね、なかなか入れんからね。でもですね、だからこそね、これなんとなく国の名前聞いたらわかるでしょうね。あのヨーロッパプラスアメリカみたいなもんでございますわね。だからヨーロッパをですね、あのソ連の侵略から守るためのですね、あの互助会みたいな感じ、これがですね、あの NATO だったわけでございますけれども、この NATO がね、なんとですね、高橋さんね、なんとですね、東京に初めての拠点を持つということが決定しました。その内容というのがですね、サイバー攻撃に対する防衛力を上げてもらわないと困りますとね。今なんか高橋早苗さんがですね、ほら、あの、自民党の総裁選の時にですね、あの とんでもない数のサイバー攻撃が日本は来ているんですよと、昨日1日で 何万件あったか知ってますかみたいな話をしていたでしょ。で、日本というのはですね、まだまだサイバー攻撃に対するですね、あの防衛がですね脆弱で、ね、自衛隊も慣れていないので、ここから何とか習熟度を上げていかなければなりませんねみたいな話をですね、1年以上前にですね高橋さんされてたの覚えてますかね。ね、あそこから多分繋がってるんでございますわよ。そしてね、これ NATO はですね、そう来た理由っていうのは、日本のサイバー攻撃に対する防衛力を高めてもらおうというので来てるんだけど、これね、さっきね、あの、ドカンと上がった、日本経済新聞さんのすっぱ抜き記事なんだけど、これ読んでいくんだけれどもね、それと同じ時刻にですね、今度はね、産経新聞からですね、あの、独自ニュースがドカンと上がりまして、自衛隊、サイバー部隊を年度内に人員 2.5 倍にすると。年度内だよ。今年のうちに、サイバー部隊をですね、あの人員がいないと言われてる自衛隊がですね、年度内に人員を 2.5 倍にすると。つまり、自衛隊と NATO は完全に連携して、サイバー攻撃に対する防衛力を上げようとしているんです。もうね、ド本気中のド本気。だから NATO も、ちょっとした事業所を置きました。ではなくて、ね、2.5 倍だからね、約ね、2230人だってとんでもねえ数だな、これね。2230人の自衛隊のですね、このね、サイバー部隊と、NATO のですね、このサイバーの専門家がですね、連携を組んでですね、あの中国なんかからのですね、サイバー攻撃を、防ごうじゃないかというね、話がですね、今ぶち上がったっていうことなんです。
いや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 、ちょっと俺嬉しいんだけど、NATO が来るとかさ。いや、だってこの間ね、あのね、フィンランドがですね、NATO に正式加盟をして、31番の加盟国になりましたと。さあ、ウクライナどうするって言うて、そんな話、まあ、ウクライナはですね、ちょっとね、今、まあ、ある意味ロシアから侵攻を受けて、ね、あの、戦争状態でございますから、あの、加わることはできないんだけれども、っていう話になってきてるじゃないですか。でね、直近だとね、あの、つい3日前ですね、NATO 活躍してるんですよ。あの、北大西洋上空でですね、あの、ロシアの戦闘機がですね、なんか、航空安全規制に違反したんですって。したらですね、NATO がですね、ふざけんなロシアっつってですね、あの、NATO の戦闘機が、スクランブル発進したと。いうようなことがございましたんで、これあれかな、日本がですね、憲法を改正してですね、いろんなハードルをクリアしてですね、NATO に入ったらですね、この間みたいに、中国がですね、爆撃機がですね、沖縄上空を飛んだ。なんてことになったらですね、何あの、イタリアとか、イギリスとか、フランスとか、あの辺から中国に向けて、戦闘機がスクランブル発進されるのかしら。距離的に考えたら絶対ないんだけどな。あ、でも、アメリカが入ってるから、でアメリカはですね、これね、日米同盟と NATO の、NATO の、北大西洋条約機構と、だから、二重の意味で、日本を守る意味ができちゃったりするのかしら。そんな単純な話ではないと思うんだけれども、なんか、いろいろ、胸が膨らむよね。でもね、これってね、日本が最終防衛ラインになったってことだからね。いや、そういうことだよ。日本って、結構、大変なことになってるんだよ。NATO ができた理由っていうのは、ね、共産圏の攻撃を防ごう。ね、日本の周りには、ね、北朝鮮と、ロシアと、中国っていうですね、もうゴリゴリの共産圏があるんだよね。ゴリンゴリンの共産圏。ね、わかりますよね。ね、ヨーロッパの方なんかはですね、あの、共産圏のロシアとですね、あの31カ国を加えてですね、こう31カ国で向き合ってんだけど、日本単独でなんとかするしかないんですよ。いや、日本と台湾かな、あえて言えば。日本と台湾。で、そこにですね、あの、アメリカが力を貸すって言ってくれてますけれどもね、日本と台湾が、なんて、もう2カ国で何とかして連携してですね、何とかしなきゃいけない。まあ、でも台湾とは断交中だから、もうぶっちゃけ日本単独の力で、ね、ヨーロッパ31カ国が力を合わせて守ってるこの平和を、日本単独で守らなきゃいけないっていうですね、もうね、異常事態中の異常事態。だからこそ、NATO が東京に拠点を作るんですよ。いやいやいや、ちょっとすごい話になってきてませんかこれ。ということでですね、これね、NATO が東京に拠点の記事を読んでいきましょう。この後ね、自衛隊がですね、この NATO と連携を組む、これ、こっちの記事はね、NATO とは書いてないんだけれども、でもこっちの記事にはですね、NATO はですね、ほら、自衛隊の演習参加検討という形で、自衛隊とですね、連携するということを書いてありますから、この記事、間違いなくこれね、NATO と連携を組むために人員を 2.5 倍にするんだよ。だからね、こっちの記事も読んじゃう、俺。ということでね、日本行きますね、日本行きますね、行きますよ。行くぜ。NATO がですね、東京に拠点、2024年、サイバーなど、協力強化、ね、対中国、ロシアを睨む自衛隊の、演習参加検討という話でございます。行きますよ。はい、NATO はですね、サイバー防衛などの分野で、日本と協力関係を深めると。これほんと、もう一回言いますけど、NATO が、拠点を、アジアに拠点出すのって初めてだからね。これマジで初めてなのよ。それが、東京が選ばれたっていう、この最終防衛ライン的なこの役割。これちょっとね、ドキドキする記事よ、これ。まあ、いこうか。ですね、宇宙分野も含む安全保障の新たな協力関係を作って、2024年度中にですね、東京に連絡事務所を開設すると、脅威が待つですね、中国とロシアを睨んで、アジア太平洋地域の国々とのですね、提携の幅を広げていくと。そして日本政府と、NATO の関係者が、それぞれ日本経済新聞の取材に明らかにしました。NATO 関係者は、7月にリトアニアね、断固中国とはですね、断固戦うリトアニアでございますね。あのね、あのリトアニアで開くですね、首脳会議に、岸田首相を招きたい。それまでにですね、新次元の協力計画をまとめたいと語りました。すごいスピード感だね。さすがだね。7月だぜ、だって。あと何回、あと2ヶ月しかないんだよ。はい。日本とのですね、具体的な連携策を盛り込む ITPP ですね、これ、国別適合パートナーシップ計画を、策定していると。既存の計画からですね、サイバー、宇宙、偽情報対策の各分野で踏み込んだ内容を調整すると。あのね、これね、今からね、そのね、内容を読むけれども、これ完全に高市早苗さんの専門分野なのよ。完全に日本の政治家の中でこの第一人者は誰ですかって言ったら、1億%高市早苗なんですよ。いや、ちょっと言って、岸田、お前ね、頑張ってると思うんだよ。お前マジでね、俺頑張ってると思うよ。本当にね、素晴らしいと思うんだけども、あのね、お前そろそろ高市早苗に譲らんか。な、もう派閥だなんだって言ってる場合じゃないと思うんだよ。日本存亡の危機をですね、を迎えようとしてるわけだから、もう派閥だなんだって言わないでね、宏池会はですね、全員高市早苗を応援するとかよ。そのぐらいのことやってくれんかね、岸田。な、お前もね、本当にね、お前は頑張ってると思うんだよ。頑張ってるんだけども、あのね、サナエと同じ、ね、時代に生まれたということをですね、ちょっと呪っていただけませんか。もうね、ちょっとこの人にですね、政権渡したくてしょうがねえんだ、これ見たら。だって、渡す意味あるよ。はい、行きますよ。これ、どういう協力をするのか。全部高橋さんの専門分野。
日本は NATO との協力関係を深めると、サイバー宇宙ね、2023年度夏にもまとめる共同文書で新領域の協調を重点的に明示をします。そして自衛隊によるですね、NATO のサイバー演習へのですね、本格参加をですね、検討します。そして人工衛星の安全確保など、対中ロでですね、協力をします。そしてインド太平洋アジアで初めての NATO 連絡事務所をですね、東京に開設をするんですね。これ、もう確定なんですよこれ、対中国、これもうはっきり書いてあるでしょ、対中国で定例会議をすると。そして日本の拠点をですね、活用して韓国やヨーロ、オーストラリアなど地域のパートナー国ともですね、連携をするという形で東京を中心に、東京を中心にで、地対中国の防衛ラインがですね、まとまろうとしてるんでございますわよ。特にですね、サイバーを重要視するとね、サイバー攻撃のことを一番危険視するのは高橋さないだからな。中国とロシアがですね、攻撃能力を高めていて、アメリカとヨーロッパのですね、軍事施設が標的になって打撃を受けるリスクがあるんです。NATO はですね、サイバー空間を、陸海空と並ぶですね、第4の作戦領域と位置づけております。日本のですね、サイバー防衛の体制は脆弱さが否めずですね、NATO の知見は非常に参考になるわけでございますよね。不審なですね、アクセスなど攻撃元を探知して事前に対処をする、能動的なサイバー防御の、導入をですね、法整備の検討が始まったばかりで、組織内のですね、専門家も乏しいんですね。高市さないくらいだよな。2022年末にですね、改定をした、国家安全保障戦略など安保関連3文書ではサイバー能力の強化を謳っておりましたね。防衛省はですね、NATO の防衛協力センターに職員を派遣していて、さらに実践形式の演習に自衛隊が参加をするなど高度な協力を検討しています。NATO はですね、中国の軍備増強をですね、懸念しているんです。そう、 NATO はね、もうロシアはなんとか片付きそうじゃん。そして、ね、ロシアが片付きそうだから次は中国だということで東京に拠点を出すことになったんだよね。怖いね。はい。軍備増強を懸念していると、2022年にですね、改定をした戦略で中国を体制上の挑戦であると名指しをして、ね、警戒を強めました。日本の他にですね、韓国やオーストラリアを、インド太平洋地域のパートナーと位置づけますと、活動の拠点になるのがですね、東京に開設をする連絡事務所で、日本政府と人員の規模などを詰めるとね、これからですね、人員の規模を詰めていくんだけど、自衛隊のですね、この2230人をですね、これコントロールする部隊という形でも、ことにも見えますから、これ相当な人数とですね、相当優秀な人がですね、これ配置されるんじゃないのかしら。責任者は高い、その辺にお願いします。そんな、もうそんな時間ないか高橋さんはな。まあ、いいや、ちょ、コーヒー飲む。はい、行くよ。 NATO にとってはアジア初の事務所になります。加盟国以外で連絡事務所はウクライナやジョージアなどにあると。いや、本当にね、危険な地域でしかないんだよ。ウクライナもジョージアもロシアに今侵攻されてる国だからね、危険な国しかないんだけれども、日本に来るのよ。日本、今、ほんと、どんだけやべえ状況か、わかるよね、これだけで。ね。いずれもですね、ロシアの軍事的な脅威に対抗するため、NATO との関係を深めてきた国々でございますと。日本とはですね、宇宙分野でも協力の可能性が広がります。日本はですね、軍事用途に使う人工衛星に危害を加えるスペースデブリや、その他のですね、衛星を監視する技術の実用化を目指していました。このあたりはね、中国の技術力が結構高まってきてるからね、油断できないんだよ、ここ。NATO のですね、宇宙作戦の能力は途上にありまして、共同で監視能力を向上させる意義はとても大きいとね、人工知能、AI ね、量子技術といった軍民両用が可能なですね、新興技術の分野でも協調を見込むと。まさにここは高市早苗の分野です。特に AI に関して言えば、世界でも高市早苗は第一人者でこの間認められたよね。つうかさ、マジで早苗の時代来てるというか、高市さんを中心に据えないとまずくないですか。いや、俺、マジでそう思うんだけど、違う？どうなんだろうね。はい、革新技術をですね、兵器に組み込む流れは、既存の安保秩序をですね、一変させる可能性がございます。日本とですね、NATO で情報交換を重ね、不測の事態に備えるというお話でございます。そしてですね、NATO が東京に来ます。当然、自衛隊は部隊を増強するわけでございます。自衛隊サイバー部隊、年度内に人員 2.5 倍でございます。はい、防衛省がですね、自衛隊のサイバー専門部隊の人員を、今年度末までにですね、2230人、2.5 倍に拡充する方針を決めたことが3日本日分かりました。現実にです。現状に比べて、約1340人の増員になります。中国などがサイバー領域の能力強化を図っている現状を踏まえ、脆弱さが指摘されてきた体制の強化を防ぐと、もう強化を急ぐと、もう完全にこっちとリンクするでしょ。
なんか NATO と自衛隊の連携とか、ちょっとごめん、なんか不謹慎だけど、なんか胸熱なんだけど、いや自衛隊はですね、陸海空の隊員で構成する、自衛隊サイバー防衛隊などをですね要し、サイバー専門部隊の人員の合計は令和4年の末時点で約890人でした。他国と比べると人数が極端に少なく、中国は3万人、北朝鮮は6800人、アメリカはですね6200人に大きく水をあけられているのが実像であるとね。もう人数が足りないんじゃ。そしたら防衛省関係者によると、電波や通信を担当する陸海空の部署をですね再編するなどして、今年度末までに人員を 2.5 倍に増やすと、教育体系のですね体制の強化にも並行して取り組んでですね、サイバー攻撃に対処ができる人員の育成を図るとね。ここに NATO が協力をしてくれるってことなんだよね。はい、ロシアによるですねウクライナ侵略をめぐっては、ロシア側が侵攻前にハッカー集団を使ってサイバー攻撃を仕掛けたことがですね表面化していました。そうだったよね。日本政府は昨年末にですね改定をした安保3文書に、もう完全に待ってろ、完全にこっちとリンクするじゃんこれ。あ、ほんと胸熱だね。これ完全にリンクしてるぞ、これ。はい、安保3文書に、サイバー安全保障分野での対応能力を、欧米主要国と同等以上に向上させるとのですね、方針を明記して、サイバー専門部隊の人員を、9年度までにですね、約4000人に拡充する計画を打ち出しました。9年度は、さらに倍になるんだね。はい、システム調達や維持、運営などに従事をする人材も合わせたですね、総数は、約2万人と、総数約2万人とする予定でですね、将来的にさらなる拡充を目指すの目標も盛り込みました。これは予算がいるよね。予算いるよな。なんとか防衛国債でガッツリ予算組んでくださいよ。はい。加えてですね、自衛官へのですね、専門教育を行う陸上自衛隊通信学校を、陸上自衛隊システム通信サイバー学校に改編して、人員育成のための教育基盤も充実させると。できればね、それもやっていただきたいんだけど、民間の優秀な人間をですね、スカウトしてくれませんかね。俺そっちの方がいいと思うんだけど、どうかな。まあ、いや、防衛関連企業のですね、サイバーセキュリティ対策強化をですね、下支えする取り組みも始めますと、3文書では、サイバー攻撃をですね、未然に防ぐ、能動的なサイバー防御をですね、導入する方針も示していて、政府はですね、昨年の1月、あ、今年の1月が、おなんちゅうマジか、今年の1月ですね、体制整備をですね、に取り込む、サイバー安全保障体制整備準備室をですね、設置したというニュースでございます。はい、ということですね、これで長くなっちゃってごめんなさい。俺たちの自衛隊とね、NATO がですね、手を組んでですね、サイバー防衛部隊をですね、増強します。そして NATO が東京に拠点です。これはアジア初です。歴史上、アジアに NATO の拠点があったことがございません。それが東京にできるんです。なぜできるのか、東京がめっちゃ危ない場所だから、ね、NATO の拠点があるのは、ウクライナとか、ね、ジョージアとか、ロシアに侵攻されている国でございます。まあ、ある意味さ、北方領土を中国に、ロシアに取られてる時点で、ね、日本も侵攻されてるのと同じ状況なんだけどね。冷静に考えたらね。それは NATO も東京に置くわな。はい、ということでもう日本がですね、これね、西側諸国からしたらですね、完全に最終防衛ラインでございます。俺さ、もう一回言うわ、これ高市早苗の時代じゃないのかね。今強化しようとしてることの専門分野って、全部高市さんの専門分野だよ、これ。全部高市さんが得意分野にしてるとこよ。岸田、お前は本当によう頑張ってるんだけど、譲ってくれんか。時代が高市をね、必要としておるんだ。頼みますわということですね。この NATO がですね、拠点を置くという話はマジクソ大ニュースだと思うんで、これね、またね、続報があったらですね、お届けしたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。